だからそう思うとちょっと今までが改革という言葉がマジックワードになってですね、うん、どんどんあの改革さえ名前つければですよ、何でもやっちゃったんですが、だからそこを整理したいと思うんですが、で最後にですね、そういうところからいきますと、まあ、安倍内閣が誕生しまして、まあ、支持率はロケットスタートのおかげで高いし、うん、我々もあの良かったなと思ってるんですが、しかしこれは、安倍政権も今我々が言ったようなことをですね、しっかりとこう、検証しながら、また同じ鉄を踏まないようにしないようにですね、やっていかなければならないと思うんですけれども、安倍総理というか安倍政権内閣に対して野田先生が期待するところ、それからまたこういうところはもう少し気をつけた方がいいんじゃないかなと思われるところ、ここももしよろしかったらお話ししていただきたいんですけれども、まあ、やっぱりあの心配は今いろいろこのお話をお互いやってきた中で、あの原理主義的なあの改革という、なんで規制緩和というね、あるいは市場主義一辺倒という、その流れがいっぱいあるわけですよ。一方ではね、やっぱりこれに対しては要警戒だと思いますので、そこはしっかりとバランスを崩さないようにしてほしいね、というのを思います。それから、まあ、あとは対外関係は、まあ、それなりの打ち出しをしているので、うん、まあ、この辺はですね、面白いのはね、国防軍ね、これ安倍さんかばうわけじゃないけどね、国防軍っていう憲法改正草案作ったと、あれ谷垣総裁なんですよね。そうなんですよ、ね、あの時安倍さんがまさかね総理になると誰も思わなかったんで、安倍さんもあんまり発言してないんだな。そうです、先生ご承知の通りな。それは総理になったらね、国防軍でね、なんかいかに安倍人間っていうのは ね言われた顔つきっていうか大衆みたいなのがあるから、逆にね、僕はこれはね悪くはない、うん、これを活用されたらいい、逆にそうですね、うんうんうん、だからそういう意味ではね、安倍さんがよりこう今までのいわゆる右寄りと言われてるけど、うん、もうちょっとバランスを、もう軸を若干実際に今まで言ってきたことをやることが、うんうん、少しバランスを意識しておやりになると、そうです、ね、逆にすごい、そうです、ね、外交成果が上がるようになりますよ、そうです、ね、外国もみんなそれなりに身構えてるから、そうですよ、ね、やっぱりそのね、うん、僕はあの安倍総理になってから、うん、まあ、当然海外も違いますし、うん、経済界も含めて、うん、まあ、国民自体がですね、あっと思ったと思いますね。つまり今まで3年半の間ですね、まあ、ある種の何か悪い夢を見てきてですね、うん、でいろんな、まあ、このドタバタ劇を見させてもらったけれども、まあ、私も含めてですね、うん、この国会がこの度もっぺん始まって、安倍総理の、うん、まあ、答弁なりね、あのこの所信表明なんか見てましてもね、うん、やっぱりそうだと、自民党というのはこうだったんだと、うん、やっぱ安定感ありますし、あの自信にして、うん、でそのくだらんパフォーマンスをね、うん、されずにこう実質の話をされてますんでね、これなかなか、うん、あの私はあのこのままでいかれたらいいと思うんですけれどもね、うん、必ず光と影があるという話は、よくあの頭に置いておやりいただくとね、で僕はもう一つ外交問題で言えば、やっぱりあの明治維新の頃の幕末の不平等条約を結んだ、だらしないと言われる人たちは偉かったと思うんだ。それはそれで吉田松陰が偉かっただけじゃないんです。あの不平等条約もし結んでなかったら日本はどうなってたか、あるいは日清戦争の後あの両党派の日本が取った三国干渉で返した、この決断はよっぽどのことがないとできない、やっぱり 山形有朋はじめ明治の元勲たちは自分らの国力をよく分かってあの屈辱に耐えた、その結果総力を挙げた形で日英同盟、日米関係ね、もう明石さんやら向こうへ派遣してやる、とそれで初めて日露戦争に勝つというね、それと同じ努力を日米開戦にあたってやってれば違ったろうなと僕は思います。だからやっぱり政治っていうのは結果論だから、軍人と政治家の違いはこれです。だから
政治家はやっぱり国民をどうやって守っていくかということが全てだから、外交も戦をするも国民をどうやって守るかという話だから、そこをよくね、そうですね、行けだけじゃ政治にならない、そうなんですよね、ここの呼吸をいかにつかむか、そうなんだから、今野田先生おっしゃいましたけれども、あの戦争というのは実はあの その意見といったのは実は政治家というよりもマスコミというかね、そういう形の、まあ、それで世論が作られちゃいましたからね、マスコミが来てもね抑えきれないわけ、そうなんですよ ねあの三国干渉の時にはそれを元君は抑えた、それはそうですね、あえて抑えた、やっぱりそこが政治の最高責任だから、あの時の一番問題はそのあれですよね、その細川さんの おじいさんの小野江さん、小野江さんやっぱり一番は小野江さんもそうだけど、東条、その後まあ東条がこのやっぱり海戦行ったわけですけどね、海戦のここは、やっぱり海戦の責任、そうです、ね、これは日本が悪いとかない、国民に対する責任だ、やっぱり僕はそこだけはね、250万人の人が亡くなってその結果何を得られたかというと、通常健康復という結果だ、いや確かにね、先生おっしゃるのは ね ここが一番の政治の原点だ、そうなんですね、 ある種やっぱりあの官僚でしょう、東条さんというのはもう軍人といいますかね、でここの整理はやっぱりしとくべきですね、ここがね、天皇陛下がね最後まで反対だった、やっぱり天皇陛下が偉い、国民をねものすごく、今の言葉で言えば愛されてた、だからやっぱお上だから、今も天皇陛下そうだと、だから今回の東日本震災でも、どれだけの痛み思いを共にしておられるかというのは言いたいほど分かるわけだ、やっぱり天皇陛下そういう思いでおられるから天皇陛下だったな、だけど政治家は自己主張のために国民を犠牲にしちゃいけない、やっぱりそこが僕はいろいろ言うけど、一番のこだわりはそこなんですね、日本の国民に対する責任がそこにあるわけです、ね、いやで僕は野田先生が前からその話お話になってて、もうその通りだと思うんですが、片っぽでですね、だからあのもちろん東条なりその責任はもう大いにあるんですし、そこはその通りですけれども、片っぽで要はあの当時アメリカ自身がとにかく日本を戦線にして戦争をやっていこうという、あったのももう片っぽでありますよね、だからこれね、だからそこの責任をあの否定するんじゃなくてですね、大きな流れの中でいくと、さっき言いましたようにどうしようもないこの流れに巻き込まれてきたというのもありますよね、これはだから それも含めてやっぱりそういう歴史をもう一度、こういう話はどうですね、そうなの、僕はそれがいいと思います、もう野田先生おっしゃるのもその通りだと思います、そこはだからそこも含めてやっぱりかなりその歴史をこう紐解いてお話聞かせていただくと複雑ですよね、いやそれ、ね、これはついでに言えばね、天皇陛下が一番靖国で来られたのはね松岡洋介、つまり日独に反対だった陛下、なるほど、これがなかったら日米戦争入ってない、そうですよ ね、そしてファシストの仲間入りは日本してないわけ、そうですよね、あ日独やったおかげで日本ファシストの仲間になっちゃった、レッテル貼られてしまいましたよ ね、 これはね、これは天皇陛下にとって、これほど残念なことない、東条さんだけじゃないんですよ、そうですよね、天皇陛下そっちのこだわりやん、日独をやって、軍人でもないのがなんで靖国神社だ、なるほどなるほど、やっぱりあの時代本当に生きられた陛下にしたらそういう思いがあったんでしょうね、それはこれはねずっと陛下のね、乗ってますよ、なるほど、侍従たちにぽつりぽつりとお話になったことは後ほどずっと侍従の日記の中に、なるほど、僕それはそうだと思いますね、ただまあそれもまあまあそんなことがね、そうですね、ただ、まあ、ただこれ一面的じゃいけないから、まあいろいろそういうのを本当は冷静にね、もう随分時間経って、だから こういう話も今ようやく、まあ先生は前からねちょっと書かれたりそういうことをおっしゃっていましたけれども、まああの私たちもほとんどそういうことを知らずにですね、
まあ、今日まで生きてきました。でしかしそこのことに整理をしなかった矛盾が物事を表面しか見なくて綺麗事だけでこう断罪するような傾向になったりですね、表も裏もあるそういう話を知らない間にそういう、まあ、体質になってしまっているところがありますしね。もっと言えばあの東条とか松岡の話も実はそういう人たちが整理やってたとも言えるんですよね、逆に言いますよね。ただし言えば僕は今もよく靖国神社には僕はお参りしてます、ね、個人はいや実は私もですね、今朝も行ってきたんですけど、毎朝とは言わないんですけど、かなり週に何回かですね行かせていただいて、あそこ行きますとね、なんかやっぱりね、厳粛なね、ありますね、ありますよ、であそこにこう、あの天皇陛下の御姓がこう、毎月こう変わるんですけども、あれ見ながらこうやりますと、まあ戦前だけじゃなくて今の最近の平成の和歌も書いてあるんですけども、うん、やはり天皇陛下のお気持ちというのがね、やっぱりその見えてくるところありますよね。だから僕は本当に天皇陛下がねお心をね休んでてお参りしていただく、そもそも、そういう神社でありたいと、そうですね、天皇陛下がお参りしていただけるような環境を作りたいというのもそれだけ、まあそうですね、ここはなかなかしかしそのおっしゃることよく分かったですこれはまたね、だけど一緒にね頑張っていければいいじゃないですか。そうですね、いやだからそこも含めた、やっぱりこの歴史の事実をそれぞれみんなが理解し合うとなるほどという話になるんですけれどもね、そのためにもね、いや実は4.28 とかね、大きいですよね。それを考える機会をね与えてくれますからね。もう考えないでいやけしからんけしからんとお互い言い合っててもダメなという思いです、ね、そうですね。だから安倍総理もせっかくこれなられたんで、まあ、靖国神社に、ね、例えばね前でとかねいうの東電期待も出てきますしね、うん、もう僕も行ってもらうのももちろんいいんですけども、あんまりその形式だけでねどんどん行くんじゃなくて、今言いましたね、かなりこれ長い戦後のいろんなこの問題絡んでますから、じっくりね僕安倍総理は構えて行かれたらいいと思うんですよね。僕はなぜこういうことを言ったかっていうと、さっき話したように自分の思いと国民の生活を守るということとは必ずしもね、すぐにはイコールではないことが結構多いと。やっぱり政治家の仕事、特にトップの仕事っていうのは、この国民をどう守っていくかということだから、それを、まあ、実践、この前はされたわけだ、まあ、途中でね、体壊してやるんだけど、ね、多分今回、十分そのことを念頭に置いて、おやりになるんじゃないかなと思うんで。まあ、本当おっしゃる通りだからこそ我々がですね、まあ、政治家はその総理だけじゃないわけで、我々もですね要するにそれぞれが総理じゃないから自由なんですよね、自由にだから我々ができると、で我々がやることで逆にそういう世論を醸成してみんながですね、この考えるそういう仕組みを作っていけばいいわけで、まあ、なんとなく安倍総理一人に何でも追っかぶせてですね、という形にやるとちゃんと良くないですよね。みんなでできるだけこうサポートしてね。そうですね。それは、まあ、それもうそろそろね、もう日本の政治がね、もうコロコロ毎年ね不安定でダメ。そうですね。だから何よりもですね、政策と同時に政権が安定するということが。やっぱりいろんな将来展望が、ね、投資を意思決定しようと思っても2年後にはどうなるか分からないというのでは絶対意思決定できない。できないですよね。いや今度給料を上げたらいいよというんだけど、じゃあ3年後5年後はどうなんだろうと、いっぺん上げたら下げられないから、というのがやっぱり一方であるわけで、やっぱり政策のある種の継続性なり、そういったのがやっぱりエネルギー問題であり、いろんなことがあると思うんで、まあ、この機会だからぜひ、まあ、当面は緊急経済対策で出してるけど、できればその政策がすぐ2年で終わりとかじゃなくて、そうですよね、継続してこのスタンスは行くぞと、そうですね、いうメッセージが伝われば本腰入れるということが思うな。いや、おっしゃる通りですね。1年だけでね終わりというではないよというのは必要だったもんね。そこでまたガデニスになりますが、この7月の選挙で参議院、私も改選なんですけど、この参議院で勝って衆参で過半数持ってると、これ最低3年間選挙なくなりますからね。
そうなるとこれはかなりその変な世論のこの暴走に乗せられてやるということもなしに、しっかりと腰を据えた話ができるようになりますしね。だからでそうすると今度は自民党の中での議論がまさに一番大事になってきますしね。そうするとこれはしっかりしたことができるようになると思うんですけどもね。それはもう今度はね、何が何でも上がってもらわないと日本のためによくないからね。よろしくお願いします。安倍さんのためにもよくないけど、はい、ね、だから勝ってもらわなきゃいけないですから、はい、ありがとうございます、日本のためにもぜひ、ありがとうございます、まあ、ということで話をまとめさせていただいたわけでございますが、今日野田先生本当にお忙しい中、ありがとうございました。